皆さんこんにちは、 FMYY の木内明です。コミュニティメディア FMYY であなたのお声を寄せてほしいというお願いです。 FMYY は1995年1月17日の阪神淡路大震災から生まれました。皆さんもご存知でしょうか。知らない、その時は生まれていないっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、また違う地域にいらっしゃった方もあるかもしれません。ただ関東大震災、その次の阪神淡路大震災というのは大変大きな町を作り直していくということで大きなことでした。そういう中で FMYY は始まりました。これがですね、1995年、阪神淡路大震災のあったその1月の29日、新長田駅、 JR の新長田駅の近くの民団西神戸支部、そこから呼ぼせようという声を発信しました。これがその当時のデータから取り出した画像ですね。95年1月29日15時20分っていうところで、この民団でみんなが集まって、そしてカセットラジオとマイクだけで、そして FM 呼ぼせよというのが始まりました。その当時は FM 呼ぼせよというような、そういうラジオをやってるというよりは、呼ぼせよ、ハロー、皆さんっていうような呼びかけのためのラジオを始めました。これはなぜかというと、人であふれ返っている避難所、そこには小学校とか中学校とか、皆さんが防災のためにいつも行くような避難所、そこには本当に多くの人たちが集まっていて、そして新長田駅の近く、在日コリアンがたくさん住んでいるので、いるはずのあの人っていうのを探すために、在日コリアン、朝鮮半島をルーツとする人々が友達知人を求めてやってきました。でもなかなかそれが見つからない、そういったところに避難所でみんなが集まってラジオを聞いていました。そこで、あ、これはラジオでいろんなところの人たちに、いらっしゃいますか、大丈夫ですか、探してますか、探してますよというような声を発信するためのラジオ、そのラジオ電波での発信を始めたのが FM 呼ぼせよです。呼ぼせよという朝鮮半島に属する人たちが使う言葉と、そしてアリランの音楽で耳に、あ、何か言ってるなっていうのが聞こえて、そしてあなたたちを心配していますという電波を発信しました。それが FMYY の最初の一つ目の声です。そして靴の町長田の特性、これはケミカルシューズを作っているという工場がたくさんあり、そこには呼ぼせよと先ほど言いました在日コリアンの会社がたくさんあって、そしてその後に難民としてやってきたベトナムの人たちがそこで同じ仕事場で働いているということがありました。なので自分たちが呼ぼせよ、アリランのを流して、そして仲間を見つけることができた。そこからベトナムの人たちにもラジオを使って、そして仲間を見つける、仲間に安心を与えるっていうことをしたらどうかっていうことで始まったのが、ユーメンっていうベトナム語のラブトゥギャダー、友達からの愛をもらったもう一つのラジオ局として、 FM ユーメンっていうのが立ち上がりました。そこではもちろんベトナムの民謡を流して、シンチャオ、シンチャオカクパンっていうベトナム語を流しました。それが FMYY で、そしてこの呼ぼせよっていうのと、有面っていう Y と Y が一緒になって FMYY というラジオ局が立ち上がりました。被災して気づいたことはたくさんありました。町にはあった、困ったこと、どうしようもないこと、悩むこと、どうしたらいいんだろうっていうたくさんの問題がありました。それをこの呼ぼせよ、そして有面、その後のFMYY という場所に集まって、それをそれぞれの人々が自分たちの言葉で自分たちの困ったことを声に出して発信し、そしてその中から気づきが生まれ出し、解決のための気持ちを集めていくっていう、そういう場所としての FMYY のスタジオが生まれました。そしてそこから毎日毎日、6月で1万日
という時間が経ちましたけれども、そういう人々が集まって街の中の困ったこと、どうしようもないこと、どうしたらいいんだろうというような声を集める場所としての FMYY は今もカトリック高取教会の2階こちらでスタジオを運営しています。あなたも一度 FMYY のスタジオに来てみませんか。世界の言葉で永田からということで、今はネットメディアとして、こちらの方の QR コードで見ていただければわかるんですけれども、 YouTube、Podcast、Facebook、そしてウェブサイトでいろいろな人たちの気づき、いろいろな人たちの困ったこと、それをどう解決したのかっていうような YouTube の番組が並んでいます。毎週土曜日12時からワンコイン番組というのがあります。これは自分のことを気づいてほしい、あるいはこんなことがありますよ、私たちはこういうふうに解決しましたよというそれぞれの声をワンコインを握って、そして土偶ちゃんというのがあるんですけれども、スタジオにやってきてそのワインコインを入れて街の中の困ったこと、そしてまた気づいてほしいこと、新たな未来のための社会を作るためのアイデア、それを発信していただいています。あなたもぜひ FMYY に来てこの街を良くする仕組みとしての声をお届けいただきたいなっていうふうに思っています。特定非営利活動法人 FMYY 世界の言葉で永田から、ウェブサイトは tcc117.jp/fmyy/ こちらの方を検索していただいて、そしてこんな声を届けたいということがありましたらメールでお問い合わせください。fmyy@tcc117.jp もう一度言いますね。 fmyy@tcc117.jp 117というドメインは1月17日を忘れないということのために作っています。私たちはあなたの声をいつでも FMYY のスタジオでお待ちしています。Why? FM? Why?